リーブアリューシャン航空8便緊急着陸事故とは、1983年にアラスカ州の沖合で発生した航空機事故。突然に第4エンジンのプロペラが機体から外れ、それが胴体を直撃し、操縦困難に陥った。その後、機体はクルーたちの奮闘でアンカレジ国際空港に緊急着陸に成功した。 事故機の L-188 エレクトラ1983年6月8日、リーブアリューシャン航空8便は、アラスカ州のコールドベイ空港という小さな空港と、ワシントン州シアトルタコマ国際空港を結ぶ週1回の定期便であり、この日も使用機材はいつも通りロッキード L-188 を使用しており、クルーたちもこの路線を何度も飛んでいた。 ベテラン揃いだった。だが、離陸して、数分後、8便のどこからか音がしているのを機長が気づき、航空機関士に客室の窓からエンジンを見てくるように頼んだ。彼が席を外した直後、今度は機体の振動が大きくなっていることに副操縦士が気づき、異常を察した機長は、8便をコールドベイの空港に引き返すことを決めた。しかし、同じ頃、 客室からエンジンの様子を見に行った機関士と客室乗務員の一人が第四エンジンからプロペラが外れるのを目撃した。そしてそのプロペラが胴体下部を直撃し、コックピットと客室の間にある通路の床に幅50センチメートル以上の穴が開いた。このために急減圧が発生し、コックピットは気温と気圧の急激な変化によって発生した霧で、 溢れて視界が奪われ、機内の空気が漏れ出した。この視界不良はすぐに解消されたが、機体は操縦系統に障害が発生し、本来のコースを外れて、右に大きく旋回し始め、ベーリング海に向かっていた。また、客室後部にいたもう一人の客室乗務員は、乗客を落ち着かせて酸素マスクを装着させていたが、この時に、 彼女も第4エンジンからプロペラがなくなっていることに気づいたという。一方、パイロットたちも酸素マスクをつけて機体を水平に戻そうと試みたが、操縦桿が動かず手動操縦が効かなくなっており、酸素濃度の高い高度まで降りられないでいた。機関士がコックピットに戻ってくると、彼は第4エンジンからプロペラが弾け飛んで落下したことを伝え、第4エンジンを緊急停止した。 続けて機関士と共にプロペラが落下するのを目撃した客室乗務員がコックピットにやってきて機体の床に穴が開いていることを伝えてきた。そこで機長の突嗟の判断で自動操縦に切り替えたところ機体は安定し高度を下げることはできたがダメージは深刻で機体は右に傾く癖がつき。 自動操縦での旋回が難しくなり、エンジンの出力も全く制御できなくなっていた。機体を高度1万フィートまで下げた前後に、副操縦士がアンカレッジのリーブアリューシャン航空の運航管理者に緊急事態を宣言した。その後、機長と副操縦士が操縦艦を渾身の力で操作したところ、ゆっくりながらも旋回することができた。しかし、 コールドベイに戻ろうと試みたものの、機体の設計が古いために8便の自動操縦装置では着陸できなかった上に燃料は満タンでエンジン出力を絞れないことで減速ができず、さらに長い滑走路があるキングサーモン空港に向かおうともしたが、その空港に着陸できても滑走路をオーバーランしてしまうため、リーブアリューシャン航空の運航管理者は、さらに長い滑走路を備えている北東の アンカレッジ国際空港に向かうことを強く進めた。その道中には激しい乱気流が起きやすいアリューシャン山脈があり、パイロットたちはその提案に難色を示したが、それ以外に機体を安全に着陸させる選択肢がなかった。幸い、この時のフライトではアリューシャン山脈の上空に乱気流は発生しておらず、8便は4時間を かけて、アンカレッジ空港のすぐ近くまでたどり着き、その間に燃料を消費して、機体を軽くした。また、この空港にたどり着く直前まで、手動操縦が使えない状態だったが、賢明な努力により、手動で制御できる状態が回復していた。これによって、着陸はひとまず可能となったが、エンジン出力を絞れないためにオーバーランする危険が残っていた。そのため、 第2エンジンを停止して、水力のバランスを取るものの、一度目の着陸は、侵入角度が急で速度が速くなりすぎていたため、設置を断念し、二度目の着陸を試みた。二度目の着陸では、設置したと同時に、全エンジンを緊急停止し、非常ブレーキを使用して、減速を試みた。機体は、その後、滑走路脇の溝に、全部の車輪がはまり込む形で停止した。 非常ブレーキから、煙は上がったものの、機体から、火災は発生せず、乗員乗客15人全員が無事に機体から降りることができた。なお、この時の一連の出来事は撮影されていたため、着陸やり直しの状況、空港の状況、タイヤから火が出るところなどが収められ、その過酷な状況を今に伝えている。国家運輸安全委員会が事故機を調べたものの、 脱落したプロペラは海に落下したため、脱落原因はついに突き止めることができなかった。しかし、操縦不能に陥った原因は判明した。プロペラが胴体を直撃した時に発生した急減圧によって、客室の床がくぼみ、操縦の制御用のケーブルが、客室の床と機体のフレームの間に挟まれてしまい、エンジンの制御ケーブルもこれによって切断されてしまったためだった。 なお、自動操縦は、油圧でケーブルを動かすため、フレームに挟まれていても何とか操縦ができた。そして、アンカレッジ空港の手前で、突然に、手動操縦が回復したのは、パイロットたちが力づくで操縦管を押したり、引いたりしたことで機体のフレームにケーブルを動かせるだけの隙間を作っていたためだった。2007年に撮影された、事故機事故機は、修理後に運行へ戻された。 機体は1959年製造のモデル 188CCN2007 カンタス航空に納入、幾度かの転売を経て、リーブアリューシャン航空が1968年に購入し、同年2月22日に N1968R で登録、2000年6月まで運用後ストアされ、翌年カナダへ売却森林化最上防機に改造され2020年現在、 現役にある。2020年8月23日17時50分頃、カリフォルニア州、チコ空港の北東20回離で、空中消火活動中に機体が木に接触したものの、その後何事もなく、チコ空港へ帰還した。飛行後のメンテナンスにおいて、木に接触した形跡が見られたため、修理のために所有会社の整備基地へ送られた。また、機長は、 他の8便のクルーたちと共に、ロナルド・レーマン大統領から表彰された。機長は、その後も数年間リーブアリューシャン航空のパイロットとして飛び続けた後引退し、2010年1月5日に80歳で亡くなっている。副操縦士を務めた男性は後年、メーデー、航空機事故の真実と真相において出演した際、8便の事故が起きた。 当時の緊迫した状況や他のクルーたちのことを詳しく述べている。ありがとうございます。